今日1月10日語呂合わせで110番の日となっています。県内でも去年は10万件以上の110番通報がありましたが、実はそのうち3割余りは間違い電話や無言電話など適正でない利用だったといいます。そんな中、今日は鹿児島市でイベントが開かれ、110番の適正利用が呼びかけられました。110番の日に合わせて鹿児島市の JR 鹿児島中央駅で開かれたのは、県民に110番の適正利用を呼びかけるイベントです。イベントではまず鹿児島ユナイテッド FC の応援リーダー田上豊さんが一日アンバサダーに任命されました。田上さんは早速県警のマスコットキャラクターカゴパト君たちにサッカーボールをパスして110番のスローガンを紹介するパフォーマンスを披露します。いち早く、急がず、慌てず、冷静に適正利用をお願いいたします。そして去年4月から本格的に運用が始まった映像通報システムを使って窃盗事件を想定した通報対応訓練も行われました。はい、もしもし、110番警察です。事件ですか、事故でしょうか。事件です。はい、男がグリブからサッカーボールを盗んで逃げてしまいました。では安全を確保した上で写真を撮影されてください。はい、皆さんにもご利用いただいて、事件事故の迅速な解決、そういったものに役立ててもらいたいなというのをすごく感じさせてもらえるような、一日になりました。訓練終了後には田上さんや警察官が道行く人たちにチラシやポケットティッシュを配り、110番の適正利用を呼びかけました。いたずら電話等はですね、本当に必要な助けが必要な方の妨げになる可能性があります。県民の皆さんにあっては、110番の適正な利用をぜひともよろしくお願いします。はい、ではここでですね、改めて県内の110番の状況を見てみますと、こちら去年ですね、その間違い電話だったりいたずら電話など、その適正でない110番の件数は34,123件ということでした。で、去年110番全体では108,564件でしたので、実にこれ3割余りが適正でない110番だったということになります。結構多いですよね。で、県警によりますと、これらの中にはスマホの操作ミスによる誤発信とみられるものもあったということですので、そのカバンだったりポケットの中で思わぬ操作をしていないかということは、私たちもちょっと気をつけたいところではあるなと思いますね。